皆さん、こんにちは。先日、Google Cloud のインスタンス作成時に、OS として、Ubuntu 22.04が追加されていました。そこで、20.04の時と同様にして、SSH 接続の設定をしていたらログインできませんでした。接続ソフトには Teratarm を使用します。 設定ミスがあると思い何度かやり直しましたが接続できません。まだ、Ubuntu 22.04がリリースされて間もないので、Google Cloud が何かしらの理由で対応してないと勝手に考えて対処せずにいました。少し時間が経過して、Oracle Cloud でも試しましたが接続ができません。今度は接続できない理由を調べていると、 Ubuntu 22.04の仕様が変更されていて接続できないことが分かったので対処します。どうやら、22.04では、SSH RSA がデフォルトで無効のようです。欄内では、鍵を使用せずパスワードでログインしていたので盲点でした。それでは、接続できるように問題を解決していきましょう。 自宅の Windows 端末で作業します。PowerShell を開いてコマンドを入力します。Oracle Cloud では、インスタンス作成時に、公開鍵と秘密鍵を保存することができます。鍵の場所が、複雑な階層にある場合は、一度エクスプローラーを開いて、アドレスをテキストとしてコピーしておきます。もしくは C ドライブ直下など、 簡単な場所にファイルを置いておきます。こんにちは、もちの京子です。よろしくお願いします。書式は動画に示す通りです。自分の環境に合わせて書き換えてください。フィンガープリントのメッセージが表示されたらイエスと入力します。ログインに成功しました。 次はファイルを書き換えます。ログインしたらルートに切り替えて、SED コマンドを入力します。このコマンドは、文字列を全置換したり、行単位で抽出したり、削除したり、いろいろなテキスト処理をします。最後に書き換えた内容を反映するため、SSH サービスを再起動します。これで、 ペラタームで鍵を使いログインできるはずです。 やりました。正常にログインできました。本日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。